はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の、可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい、はい、ということで、今日はですね、2月26日、もう終わりですね。いやあのね、早い。だからね、令和4年がで、ね、もう2ヶ月終わるんですよ、ね。そうですね。ね、あと、はい、あと2日で終わりですから。あと10ヶ月。あと10ヶ月なんですよ、はい、今年ね。なんちゅう早いサイクルなんかなって。早いですね。ということなんですが、はい、もうですね、いろいろありますね、しかしね。そうですね。いろいろありますね。今日はですね、はい、この日何の日、いつもの方がですね、はい、ちょっとお休みなので。ですね、はい、はい、代わりにですね、日浦のこの日何の日、気になる日。乗っ取ったるからな、お前。お前の席はもうないぞ。嘘、そんなことないんですけど。はい、ですね、まあ226ですよ。そうですね、226ですよ、はい、2月26日ですよ、はい、もうこれこの話せなあかんねんけど、この話すると話がもう長くなりすぎて終わってしまうので、はい、先に違うことからいきますね、一応ね、はいはい、まずですね、これね、はい、僕絶対言いたいやつ、勘輪丸の日。勘輪丸、そう、勘輪丸ってわかります？これ幕末に幕府が持ってた、はい、蒸気船なんですけど、はいはい、これがですね、要は勝海舟とか、はい、そういう幕末に活躍したね、はい、すごい幕臣の人がいるんですけど、はい、この方々が、要は、アメリカに通商条約を結ぶ調印のために、うん、サンフランシスコに行くんですよ、はいはいはい、要はね、その太平洋横断を、うん、蒸気船で初めて、日本人として初めてやった、はいはい、でサンフランシスコに着いたのが、1860年、うん、で万延元年の旧暦で2月26日なんですよ、はいはい、まあ、新暦で言うと3月、18日とかになるんですけども、うん、旧暦の2月26日を、勘輪丸の日ということで記念日に、してるそうなんですね、はい、どれぐらいの期間？37日間、月ちょい。いやー、実は勝海舟ってね、軍艦奉行並みっていう位を持って、はい、幕末活躍した人なんですけど、うん、なんとですね、航海の間もうすごいうねりにやられてものすごい船酔いしてずっとゲーゲー吐いてたらしいですね。船酔いしんどいですからね。いや相当しんどかったらしいですね、はい、でも行ったら帰ってこないとダメですよ、ね、そうなんです、うん、行ったっきりじゃなくて、そうですよね、はい、帰ってこないから、はい、その時も苦しんでたみたいですけど、ね、うん、でしょうね、はい、なんか一応位で言うとね、艦長やったらしいんですけど、艦長室から出てけへんかったという記録が残ってます、はい、まあ、そんな、はい、日でもあり、はい、226事件ですね、はいはい、これがですね、まあまあ昭和11年ですね、うん、これが何のきっかけやったかっていうと、満州、はい、満州国に陸軍を派遣するというふうに決まったんですよ、うん、はい、決まった翌日に起こったんですね。で、何かというと、当時軍部の中で皇統派って言って、はい、皇室をねメインにして、はい、もう天皇が直接政治をするということをやりましょうっていうのを、はい、いう その軍の派閥があったんですよ。で、これがうるさくいろいろとやってきてて、うん、こいつら厄介払いしようってことで満州国の方へ派遣しようということが決まったんですよ、うん、で決まった瞬間に俺らを左遷するのかって言って、自分たちの思いを絶対に遂げるんだって言って、はい、下級将校なんですけどね、大尉以下、うん、少佐とか大将とか、はい、大佐とかそういうところは行ってなくて、大尉が最高の位の人なんですけど、うん、この、その皇統派の、これね 1000人超えてるんですよ。1500人の将校が決起しまして、はい、首相官邸を襲撃したという、えらいことになってたみたいですね、はい、東京が封鎖されたりとかして、はいはいはい、で、その中で、たくさんの、ね、大臣とか官邸にいた人たちとかが実は殺されてるんです、殺害されてるんですよね、はい、でその中に高橋是清とかね、もういたりとかして、大変な、日本の中では非常に大変な、事件だったんですけど、まあ、これ結局最終的にどうなったかというと、当時、昭和の11年ですから、はい、天皇は、昭和天皇ですよね、昭和天皇が激怒しました、うん、はい、私の部下であるその、当時岡田内閣なんですけど、うん、岡田を信頼しないっていうのは許されない
って言って、実は自分が近衛兵を指揮して鎮圧するって言い出したかったんですよ。でそれをいややめてくださいって言って、みんなで止めて、はい、で最終的に、軍部で鎮圧したっていう形にはなったんですけども、まあ一つ思想的な意味でも、事件としては大きな事件だったかなと思われますけど、はい、かといってこれによって国が静まるんじゃなくて、まあ、結局戦争にどん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 向かっていくね、はい、流れの中で起こった事件っていう形にはなっちゃってるんですけど、うん、はい、まあいっぱいいろんな作品としてもね、いろんな監督が、まあ、五社秀夫監督とかもね、はい、226とか描かれてますけど、はい、ぜひよかったら、この機にちょっとちらっと見てみていただいたりとかしてもいいんじゃないでしょうか、はい、という感じでございました。はい、はい、長いな長いな、歴史的事実を抑えようとすると長いな、はい、ということで、はい、今日はですね、でこのプレゼンありかなしかですね、はい、はい、挑戦者お越しいただいております。はい、ゲストお越しいただいております。今日もですね、はい、映画監督にお越しいただけます。はい、はい、それでは、小原監督よろしくお願いします。はい、はい、ということで、今日はですね、ホテルアイリス監督でいらっしゃいます岡田監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、まあ多分どういう趣旨でやってる、コーナーに参加されてるかを分からずにここに、来られたと。大丈夫、説明受けたんで。あ、はいはい、もうね、そうなんですよ、連れてくる人がね、あんまりちゃんと説明しないんですよ。で、だいたい来て、いやでも丸罰でね、まさかね、そういうやつがあるとは全く聞いてらっしゃらなかったと思うんですけど。そうですね。はい、ということで、10分間プレゼンをしていただきまして、はい、ここから、みんなで丸罰をつけさせていただく形になるんですけども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、判定員の皆さんお願いします。はい、と言って今日は判定員お一人なんですけど、だから僕もだから今日は持って3人でお願いします。はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、お願いします。ですね、まあホテルアイリスですよね。はい、こちらですね。はい、はい、こちらなんですけども、これがもともとは、小川陽子さんの小説が原作という、はい、ことなんですよね。はい、で、まあ、まずご覧になっていらっしゃる方は多分ご存じない方も多いかと思うので、どういう映画なのかだけちょっと監督の方からおっしゃっていただいてよろしいですか。ストーリーはそんなに難しい話ではないんですね。はい、ね、はい、一人の初老の男と裏若き女子が、はい、の出会いの話です。はいはいはい、それで出会いから、はい、その出会いの結末までを描いた映画なんですけれども、はい、本当にそれだけの話なんですね。そうですね。はい、私たち2人で言ってしまうと。はい、そうですね。はい、で、まあ、そうなんですよ。これあんまりね、言いすぎると内容言っちゃうと見た時にね、ネタバレになってると面白くなかったら良くないので、あんまり言えないことも多いかなという気はするんですけど、まずその僕一番興味を持つのはやっぱりその監督がなぜこの作品を映像化しようと思われたのかっていうところがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ小川陽子さんの小説は好きで読んでいまして、はい、それでまあ他にもねいっぱい好きで読んでる小説っていっぱいあるんですけれども、はい、小川陽子さんのこのアイリスもそうですし、はい、あとまあ一つね、かなり独特なね、偶話的な世界観を描かれる作家でして、はい、その小川さんの小説の世界と自分が映画でやりたいことっていうのがかなり相性がいいんじゃないかなと思ってまして、はい、それでたまたまちょっとチャンスがあったので映画化することにしました。はい、はい、はい、その世界観作るためにも、たまロケーションというか、その舞台になる場所というのがすごく大事だったんだろうなと思うんですけど。そうですね、はい、場所ありき、はい、ありきってわけではないんですけど、はい、台湾に鬼門島っていう島がありまして、うんうんうん、で多分あんまり行かれる方いないと思うんですね。うん、台湾の本島から行くともう結構飛行機でそれでもね40分1時間かかんないですけどね、はいはい、ただ場所的にもう中国大陸の、うんうん、本当にもうの、まんまい、すぐそばの、はい、アモイって間違いない。はいはいはい、アモイからね、フェリーって本当にちっちゃな船でね、はい、もう本当に2、30分で着くようなところで、はい、辺のね、福建省の文化なんですね、うん、文化的には。うん、で、闽南文化圏 で、はい、で、結構ね、建築物とかかなり特徴があって、はい、
まあ、台湾のね、あの本島の方の建築も槟榔建築なんですけれども、うん、それがね、割と綺麗に集落ごと残っていて、うん、しかも観光で残してるというよりかは、普通にそこで暮らしてる人たちがいる集落がいっぱいあって、はい、それでなおかつ高いビルが全然建ってないんですね、うん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 、だから撮影は非常にしやすい、はい、というのがありまして、はい、本当もう一つはそのね、ちょっとロケハン兼ねて、はい、旅行、まあ、昔からちょっと行きたかった場所なんで、はいはい、行ったんですね、まあ、とりあえず行ってみようと思って、うんうん、行ってね、たまたま泊まった民宿が、はい、実は今回この映画で実際ホテルアイリスとして使用した建物なんです。おー、そうなんですね。そうなんです、はい、だからね、そこに泊まった時に、はい、もうここでやるしかないと、ね、おー、なるほど、うん、はい、それがまあ本当に全ての始まりでしたね、うん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 、あの具体的にその、はい、制作するみたいな。なるほどな。だからそういう出会いもあったわけですね。そうですね。でもそれ狙っていったんですか。もうある程度ね、目処は、はい、あのつけてたんですね、はい、だから日本でね結構撮るのが難しい作品なんですよ、うん、実は、うん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 、それはね、まあ自分の思い込みだけかもしれないんですけれども、うん、やっぱりねちょっと日本的な情緒がね、うん、邪魔になってしまうんですね、はい、これ、はい、それでどっかいい場所ないかなと思っていくつか目をつけてたところの一つが木本だったんですよ、うんうん、なるほどなるほど。小川子さんのその世界観というか、あのセリフ回しとかもそうだと思うんですけど、割と普段使うような言葉じゃないっていうか。そうですね、あのアイリスとか翻訳帳なとかもちょっとあるんですよ ね、そうですよね、うん、はい、だからあのなんかどっちかっていうと、あの雰囲気があのあんま日本っていう感じにしてしまうと世界観崩れちゃうというか。そうなんですよね、はい、で多分原作もちょっとどこかよくわからない場所の設定の小説なんですけども、はいはいはい、だから小説読んだ限りはちょっともうちょっとヨーロッパの、うん、あの海辺の、ね、はい、街っぽいイメージもあるんだけれども、はい、ただなんていうんですかね、やっぱり例えば日本人の役者がね、うん、このヨーロッパに行って、はい、演じてもなんかすごい、はい、あの、はい、よそ者、はい、なんかそういうすごいちょっとあんまりね、はい、馴染まないじゃないですか、はい、そういう意味で言うと金門、やっぱりアジアのね、はい、街でああいうちょっとエキゾチックな、はい、あの街並みがある場所で、はい、しかもビルもなくて、はい、人もそんなに多くなくて、はい、めちゃくちゃ撮りやすい場所でしたね。だからうまい具合にあの俯瞰映像が使いやすいじゃないですか。あ、そうですね、あれがすごく印象的で、街並みを映すときに俯瞰というか、上から、ね、高いところから、うん、そのすごい見通せる通りをうまいこと使うとかっていう、ああいう絵がすごく綺麗で。そうなんです、普通ね高いところ入っちゃうと何らかしらなんかビルとか入ってくるもんですけども、はい、そういうものがないんです、はい、だからあのちょうどあのアコーディオンというかこのバンドネオン、バンドネオンですね、うん、バンドネオンのあの人がいるあたりっていうのがすごいこう実は象徴的な場所だったりとかすると思うんですけど、そうですね、あそこがすごいあの綺麗に映せてらっしゃるっていうところがあのものすごくあのいいロケーションだったなと思ってて。そうですね、あの道一本だけなんですけれどもね、うんうん、あれ一本あるなしで結構世界の広がり方がちょっと違ってきますし。そうですよね、うん、であのまあ多分普段はそんな使い方はされてないと思うんですけど、ちょっと広場的にあのいろんな人がなんか物を売ったりとか、なんか、ね、あの集ったりとかするような場所としてうまいこと使われてたので。そうですね、はい、物語の中にある意味そのアクセントにあの場所がなってたんじゃないかなってすごく思ってた。そうですね、まあ一応そのあのアイリスの物語の地図みたいなのは作るわけです、うん、はいはいはい、ここがアイリスで、はい、ここから周りはこうやって買い物はこっちに行って、はい、でここを通って海に行くみたいな、はい、まあちょうどそういううまい具合に地図の配置が作れたんで、はい、あの見やすかったですね。ね、そうですよね。だから海の中にあの道があって、でその先にある島とかっていうのにしても、まあ、ちょうどよくというかものすごく綺麗にあのロケーションされてるというか。そうですね、まあ、あのそんなに大きな島じゃないんで、はい、金門島も、はい、まあ、とはいえ、まあ、いろいろあるんですけども、うん、まあもう全部金門島で撮ろうと決めたんで、はい、だからまあ金門島で手に入るものを組み合わせてちょっと、はい、あの工夫して作りましたけど、ね、はい、僕あの実はあのリーカンカンリカンション、あ、リカンションさんですよね。あの彼がすごくあのいい感じで出てらっしゃって、そうです、ね、僕大好きなあの役者さんなんですけど、ものすごい雰囲気を出しますよね。そうなんですよね、はい、なんかあの何でしょう、目ですね。ね、そうですよね、
そんなにたくさん喋らないじゃないですか。で喋ってることはなんか日常語ぐらいのことしか喋ってないんですけど、目でいろんな意味合いを持たせるというか、すごい時々捨て犬のような目をなかなかね、はい、ないですよ、ね、あれはなかなか、まあ、その別に日本の役者さんがどうっていうわけじゃないですけど、やっぱあれはリー・カンジャオさんだからこそのなんか演技だったような気がしますね。なんかね、そうですね、はいはい、ものすごくいろんな役をこなされる方ですけど、面白いやれたなと思ったんですが、さて1分前と言われてしまったのでそろそろまとめないといけないんですが、監督からじゃあ見てらっしゃる方に一言メッセージをいただければと思うんですが、今の話であんまりよく何も分かんないですけども、これはね本当にね見てもらわないと分からないんですよ、本当に。はいはい、まあ他の映画全ての映画そうですけど、ね、まあそうですね、はい。なんだけど特にアイリスはそういう類の映画だと思います。はい、それで大阪は3月4日から、はい、シネリーブル梅田、はいはい、なんだっけ、シアタス心斎橋、それと京都シネマ、はい、で3月18日から、はい、シネリーブル神戸です、はい、で公開します、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まあまあね、男女のこの出会いが生み出すこう微妙なこの空気感というか、あとね役者さんも、はい、2人そうですね、永瀬さんと、はい、ルシアさんと素晴らしい演技をされていますので、ぜひご覧いただければと、よろしくお願いします。はい、ということで岡田監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということでなんとか滑り込んだという感じだと思うんですけど、はい、まあ僕はとにかく、まあ、永瀬さんも久しぶりにこんなメインところですごい演技を見せていただいてるっていう、僕も永瀬さんの好きな役者さんなんですけど、はい、その演技も素晴らしかったですし、この、ね、ルシアさんもすごかったですね。そうですね、日本語ってかなり練習された方なんですか？もともとね日本のアニメが好きで、あ、まあ、そういう人多いんですけど、なるほど、だけども、うん、かなり2人で練習しましたね。あ、ですよね、多分ね、うん、はい、まあセリフ回しだけじゃなくて本当に見せていただいた演技がすごい素晴らしかったので、それを見るだけでも十分価値はあると思いますし、 そうですね、でそれを、うん、またちゃんと切り取ってらっしゃるので、そこが変な話、ミリ単位で計算した画角をしてらっしゃるなと思いながら見ていて、そうすごいね、やっぱりカメラのね、はい、友人品っていう、はいはい、女性なんですけど、あ、そうなんですね、うん、あ、素晴らしいカメラなんで、そうなんだ、あ、だからな、あ、そういうことですか、すごい優しい作りをされるなって、いや結構楽しかったですよ、ね、このは、はい、ぜひそれを見ていただければなと思うんですが、一応ですね、これだけはやらないといけない、後ろにくるくる回してあるんで、これだけはやらないといけないので、はい、僕もくるくる回しながらやりたいと思います。はい、ということで、いきたいと思います。はい、このプレゼン、ありかなしか、判定、はい、3つ、はい、3つ上がりました。はい、OK です。はい、OK です。はい、はい、ということでございました。まあぜひ、こっちでもあれですよね、舞台挨拶は、来ます、はい、来られると思いますので、はい、また生監督を、はい、舞台挨拶でご覧になれればと思います、はい、ということで今日はホテルアイリスの岡田監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで今日はあゆみがいないので、おさかべさん、はい、ということでございます。はい、はい、ということで、おさかべさんです、よろしくお願いします。はい、はい、情報を持ってきました。はい、ということで2月26日ね、はい、今日ですね、はい、今日チョイスです、チョイスですね、はい、はい、前回ちょっとね、はい、できなかったというのがあるんですけども、はい、まあ今回、はい、それをね持ってくる感じにしました。はい、まあ、前回も言いましたね、はい、はい、言いましたけども、はい、ワンチョイス目が、日本の一番長い、はい、で通常ですねがアルキメデスの大戦、はい、ちょっとね戦争ものそうですね、日本のね、はい、はい、そちらを、と思ってます、はい、そして明日そうですね、ワンチョイスメが、はい、晴天の霹靂、はい、はい、晴天の霹靂と通常ですねがファーストラウンドということで、はい、はい、その2つを、はい、楽しみたいと思っております、はい、はい、という感じでございます、はい、はい、イベント的にはマンボウちょっと伸びちゃったんで、うん、またそうです、ね、サードチョイスができないですね、できないので、はい、通常1年まで、はい、はい、6時くらいには終わったかなと思うんですけれども、はい、はい、まあ、お昼から楽しめますので、はい、参加費が
1本1500円です、はい、ワンドリンクとお菓子付き、はい、そして、2本とも楽しまれる方は、はい、ちょい割りあります。ちょい割り、はい、はい、ちょい割りがありますので、ですよ、はい、2つとも楽しみたい方は2500円で楽しめるという感じですね、はいはいはい、そんな感じでございます、はいはい、一応10、ワンチョイス目が、12時半、はい、とオープンで13時スタート、はいはい、そして、2チョイス目が15時半オープンで16時スタート、はいですね、はい、そちらを見たいと思ってますので、はい、ぜひぜひ、はい、ございます。はい、はい、あ、そっか。これも今やる、またやらないかな。あ、月曜日なんです。月曜日28が、はい、28、お休みさせていただきます。ああ、そうやった、はい、そうやった。そうそう、2月28日は、はいはい、定休日じゃなくて、前回誰かが定休日って抜かしたがってね。はい、はい、28日。定休日はお休みさんです。はい、もう、はい、はい、月曜日は完全休みということで、そういう感じ。はい。お休みさせていただきますので、まあ、3月入ってからですね、はい、ダッシュは、はい、やりたいと思います。はい、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。はい、以上でございます。はい、以上でございます。ということで、週刊マテリアル通信でした。ありがとうございました。はい、では高橋さん。はい、はい、はい、おはようございます。シネマコミケの高橋時です。シネマトゥーのコーナーでございます。よろしくお願いします。ほんまにおっさんばっかりやな、これ出てくるの今日は。でもまあこれはね、はい、まあないですね。いや、これ本当ね、もうね、ありますから。あのルシアさんすごかったね。はい、見ていただきたいと思います。はいはいはい、で、あの明日のね FMII は、はい、なぜか、はい、お会いできなかった監督と、そうここで会います。ここで会ったけど、海外の方は電話中継をしておりますので。電話中継、あれ電話中継繋いでた僕そんな感じがありますけど、聞いていただいたらいいなと思います。はい、はい、もうあの前ね、こう、ナハナさんですね、ハナ、はい、長瀬さんと、はいはい、花なはなさんと赤い雪の時にね、はい、お会いしましてね、あ、はいはい、そのお二人がそのままね、うん、ホテルアイリスで、ね、うん、あれでしたね。あの、はい、もう長瀬さんの方が割合役ぶところがちゃうから、ね、はい、今回意外でしたけど、はい、長瀬さん普段でもなんか、うん、あのちょっとお会いしてお話しさせてもらいましたけど、うん、インタビューとかして全然 オフで話して、うん、もう雰囲気ありますね。あ、うん、でございます。でまたね、あの今年公開作が多い、うん、見てないノイズがあってほんで奈良の再会があって、はいはいはい、でこれが出てるって思わなかったら、うん、ちょっと思い出しただけに、うん、ちょっと出てるというねでその最後その次にこのホテルアイリス、はい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 、すごいな、すごくいっぱい出てますね。だから去年、はい、2年前にね、あの残念なね、はい、ジャージスカートの星の子から始まってそっからだいぶまた長瀬さんの絵がすごく似てて、はい、で、はい、あの、はい、ホテルニュームっていうのがあって、はいはいはい、もうそれとはまたホテルニュームとホテルアイリスまた似てるわっていろいろでね、長瀬さん、あの私今回やっとちゃんと全部整理して、はいはい、長瀬を長瀬さんを整理しました、はいはい、で桜とかも出てましたしね、はいはい、名もなき日も出てね。いや、だからね、ちょいちょい出てはるんですよ、うん、出てはるんですけど、ただ、うん、やっぱホテルアイリスほどがっつり、うん、ど真ん中に座ってらっしゃるってなかなかないんで、ね、うん、まあまあまあね、その似てるんがないですよね、はい、でも再会になるとね、はい、あの何なんだとか何似てたりあの頭がごちゃごちゃしました。はい、じゃあ、じゃあ慣れ整理してください。はい、ありがとうございます。はい、で、もう 2.268 先ほど、はい、されましたんで、はい、これも IR の方でもちょっと取り上げたんですけどね、ね、来週ひな祭りということで、はいはいはい、ひな祭りやから思い出す映画、はい、ね、なかなかね、なかなかなくて、なかなかないんですよね。ひな祭りをメインにした映画はないんですけども、はい、ないんですけど中で出てくる、中で出てくる、はい、忘れてはいけない、はい、忘れてはいけない、ただまあ映画ファンとして忘れてはいけない、はいはいはい、はい、そうですね、はい、失礼して、なぜこれか、はい、トキオペトリコでございます。はい、トキオペトリコでございます。1983年ですね、はい、薬師丸ひろ子の探偵物語と一緒に行政と、はい、尾道三部作とも言われてますし、辻康坂さんの原作でございますね、はい、これで今は、まあ、はい、あのそのまあそのタイムトラベルするんですけども、はい、その時にこう思い出すきっかけが、うん、3月3日ひな祭りの日に暴れてて手を切った傷跡で思い出して、ね、そこだけでひな祭りが出てくるとなんですけどね、はい、もう私ひな祭りはもうこれしか浮かばない、はい、ということで、はいはい、皆さんひな祭りに見ていただきたいと思います、はい、でそして時をかける衝動、これとですね、はい、今度そうですね、こちらはちょっと有名な、世代的には有名かも分かりませんけども、はい、アニメ版の時をかける少女、はいね、はい、ね、これ監督細田守監督でございまして、はい、これ声をしてたのが、主人公は、はい、今野誠に変わってるんですね。だからこちら吉山和子なんですけど、中リーサさんがしてまして、中でもでも、
出てくるんですね。出てきます。おばさんとして出てくるんです、ね。おばさんでしたかね。はい、そうですね。そうですね。親戚のおばさんですよね。そうです。よし、だからメインですよね。この人はそうそうそうメインのおばちゃんが出てきますね。はい、吉山和子が出てきます。はい、そういう感じで、これもまあまあ、原作をやってるんですけど、この映画のとは少し違うという感じですね。はい、ですね。だから能力が使えるようになるんですね。そうです。自分で自由自在。だからそれも、うん、やっぱりあの未来から来た少年の影響で、うんうん、まあ何回か回数が決められてるんですけど、ね、そういう、タイムリープができると。うん、自転車これ急に行っちゃうという、はい、いやそうです。推進が有名でございます。はいはいはい、でその声をな、中西さんがしたんですけども、中西さん、はい、中西さん主演でこの、はいはい、また時を返すのが2010年です。はい。実写版ということでやりました、はい、中里さんがやってる、中里さんがやってる、だからこの声が先でアニメが先でその後に声を引っ張られて、はい、やりましたね、はい、今度これは吉山あかりですね、はいはい、でございます、はいはい、お母さんが吉山和子かな、はい、なんですね、うん、でこの時のですね、はいはいはい、土曜日の実験室で行ってくれということで、はいはい、薬を飲まして、はい、生かすんですけども、はい、年代を間違える、ね、なるほどなるほど、あんまりバックトゥーザフューチャーですけど、そういう物語で、なるほど、そこでまたある方が事故に遭うので、歴史を変えれば伝えたら死なないんじゃないかっていうね、うんうん、この間見たですね、シミが落とした青空とよく似ておりますけどね、タイムリープな話になっていく、もうタイムリープの話やめる、やめへん、でも これです、ね、もう俺ちょっとトラウマなってんねんけど、これはだから、はい、前回ご紹介しました、はい、ミジュコフリアのね、はい、監督の作品でございます、はい、いい名作でございます、はい、見て、いろんな人が出てますので、はい、見ていただきたいと思います、はい、でこれは主題歌は生き物係が歌ったということで、はいはい、ただこの作品だけがですね、はい、角川グループが関係してない、おお、そうなんだ、まるっきり関係してない、はい、っていうことで、はい、でなぜか、これはですね、もう一本、実は3本だけは思うんです、実は東京を駆けるもう一本、家族は春樹さんが作ったやつがあるんですよ、ほー、はい、時をかける少女でございます、はい、これそんなに揉めてた時やったんで、角川書店にない角川春樹単独の時、ね、なるほど、問題があったら、はい、ですね、はい、でもこれには野村ひろのも声で、出て、あ、声じゃないし出演してるし、はいはい、元々の角川映画の人ね、ほんで、原田知世がナレーターしてる感じです、はい、で主題歌がなんとユーミンが歌ってるんですが、これね、詩がそのままで曲がっちゃう、はい、だから時をかける少女のあのフレーズが一緒なんですけど、あれが、こっちがメジャーな曲だった、はい、これマイナーで歌ってる、はい、ってなるね、面白いですよ、木杉康隆の詩を松任谷由実が作曲して歌ってるんだ、うん、自分のあれですよ、作者マストーヤ、バサダカです、マサダカさんでしたっけ、夢の中で We are not alone forever っていう時の感想ねってね、そういう感じで曲が変わってるんですけど、これね、あんまりヒットしてません、でも撮影は則本さんなんで、はい、この監督、この辺の家族映画の練習がしてるという、いや、まあまあそうですね、ことでございます、はい、機会があったら、実は本当4作あるというね、これ知られず時をかける人でございます、これいつやったやつ、これね、それはね、それは今日書いてきてない、あ、1997です、でも本当はこれよりも前です、ね、そうですよね、やってるということでございます、はい、ぜひ、はいはい、もし見れたら見たいと思います、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、ということで、はい、エンディングでございます、はい、なんか今日ちょっとバタバタしてますね、はい、バタバタしてるし、おっさん率高いという、はい、まあいつもは女の人が一人出てるだけなんですけど、これ一人かけるだけでこんなに全然違うんですね、やっぱね、はい、まだ言いますよ、また帰ってきて、なんでなんでそうでしょう、そうでしょう、うるさいね、うるさい、うるさいかもしれないですけど、まあまあ早く帰っておいで、はい、という感じなんですけども、はい、はい、今日は矢沢監督どうもありがとうございました、じゃあ岡原監督どうもありがとうございました、はい、山城さんありがとうございました、はい、はい、突然ね、よくわからない振りをされたりとかして大変だったと思うんですけど、はい、まあ、これに懲りずよかったら、ね、ここはムービーズカフェなんですよ、で、この後ろのこのスクリーンが作内で、はい、映画を上映したりとかするスペースになってますので、はい、よかったらファンイベントなんかで使っていただければありがたいなと思います、ね、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、今週も映画の、はい、ことをいろいろとね、ご紹介させていただいたんですけども、来週もまたね、映画の、監督インタビューを、はい、お送りする形になりますので、期待しておいてください、はい、はい、それでは今週はこれで終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、さよなら、誰